こちら珍しいエゴマを使った生キャラメルに、300年以上の歴史を持つ窯元の女性陶芸家が作った繊細な絵付けの施された豆皿。 JR 博多シティで始まった福島の一品フェアには、被災地福島県の浜通り地域などから30社が出展しています。インターネットでの販売がなく、福岡では今ここでしか買えない商品もたくさんあります。福島を応援してあげたいって思っていたので、収まったらちょっと行ってみたいなと思います。コロナ禍の中、なかなか観光で福島に行っていただくことも難しいと思いますので、福岡の皆さんに福島のいいものを手に取ってもらえればと思ってます。震災から11年、事業を再開し復興を目指す会社を応援しようと開催されたこのイベントは13日までです。